ターイフは、サウジアラビア西部、マッカ州の都市。人口52万1273人。メッカの南東 97km に位置する。標高 1879m の高地にあり、サウジで最も著名な避暑地である。夏には、政府機能がリアドからターイフに移動し、夏の首都となる。ターイフには、夏の離宮があり、夏になると涼しい気候を求めて、 サウジ人観光客で賑わう。同国には他にもアスイール州などの必勝地が存在するが、ターイフの強みはその利便性にある。ターイフはメッカから9 7トルと近く、高速道路も通じているため、日帰りが十分に可能である。そのため、涼しいターイフに宿を取り、日帰りで小巡礼を行うことができるのである。6世紀には、すでにターイフの町は成立していた。 1517年、オスマン帝国に降伏し、以後1916年までオスマンの支配下にあった。1881年、ルザイとなったオスマン帝国元最相ミドハトパシャが流され、虐殺されたのもこの町である。1916年、メッカ大主だったハーシム家がヒジャーズ王国を起こすと、その支配下に入ったものの、 ナジュド王国のアブドゥルアズイーズイブンサウードが1924年、この町を攻略し、以後サウジ領となった。ターイフは、秘書地として、古くから発展し、宿泊施設やインフラが整っているため、アラブ世界において、条約締結など様々な政治交渉が行われる場となった。1934年、抗戦中だったイエメン王国との講和がターイフで、行われ、 ターイフ条約が締結された。1989年には内戦中だったレバノンの核派代表を集めて会議が行われ、1989年10月22日に国民和解憲章が成立。これによりレバノンの内戦は終結した。1990年には湾岸戦争によって国を追われたクウェートのジャービル・アル・アフマドアイコール・サバウハ首長が、 ターイフにて亡命政権を樹立。クウェート解放までの間、ここで指揮を取った。ありがとうございます。